い、ダービースタジオの98実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。本日はね、温かい麦茶をいただいております。さて、その前にね、種付け全然やってなかったでしょ。思いっきり忘れてましたね。現在5月なんですよね。全然忘れてましたね。去年もだから種付けしてないですね。3区も生まれてきてないのでそれではいきません。さて、春子ちゃんにね、何かしら種付けしたいなと。何につけましょうかね。まあ、テスコボーイのクロスがあるんだよな、このまま。やっぱり、それならば、ね、アウトブリードの方がいいですかね。サンデーつけたいんだけど、残ってねえよな、5月になってね。ノーザンテイスト。まあ、ドーダーナーサーのクロスあります。これつけましょうよ。ね、はい。つけます。葵さん。葵さんはね、どうしましょうかね。葵さんにノーザンテイストつけた方が良かったかもですね。まあ、ただこの辺りは、この辺りクロスの方がいいのかな。ねえ。リブリアとかね。この辺りアウトブリードですけど、アウトブリードでもね、強い馬生まれますよね。日本ピロウィナーとかだったらさすがに距離持たないと思うんでね。狙うはやっぱりクラシックなんで。距離持たないとね、意味がありませんからね。リンヒルとかね。これ濃いなぁ。リボーとかダビスターではクロスさせたら貴重なん遺伝しますよね。あ、キャロルハウス、タントゥークロスいいじゃないですか。タントゥーって言ったら勝負根性ですかね。つけましょう、はい。ちょっと微妙な感じするけど、ワカメパンツはもうオグリキャップって決まってるからね。そうだよね。ね。最近はもう不渋滞が続いてますけど、やっぱりこのまあ一途だからね、オグリキャップなんだよ。浮気してるじゃないかよ、オグリ。まあ、ネイティブダンサーでしたっけ、クロスは。ね。それならば、ミスプロとかでいいんですよね。ミスプロはもちろんネイティブダンサー持ってますからね。まあ、ただ、ジェイドロバリーもブック振ると。まあ、スキャンでいきましょうよ。金マン大好き、スキャン。二人スキーとネイティブダンサーがあれば、これはかなり期待できるよ、これね。ワカメパンツと。ね。クララの子供はね、なんか根性なしが生まれるんだよね。参ったなと。プリンスリーギフトをね、つなげたいので、ミスター CB でもいいんだけど、ミスター CB 空いてますかね。アサティスとかね、懐かしいですよね。アスワンのが良かったかな。アスワン、いや、バンバータラスとかね。これプリンスリーギフトあるんだ。でも、テスコボーイがね、かかってしまうんですよね。まあ仕方ねえけどな。まあつけましょう、はい。ちょっと、万世だったね、確か。ちゃんと見てやらないと。まあ行きましょう、はい。まあかなりね、適当でしたけど、まあやっていきましょう。まあそれで現在5月2週なんですよね。問題、一番期待できそうなのが、キャッツアイでしたっけ。ね、キャットコイン集がするって言ってたんですけど、この間ね、状態上がってきましたね。使いましょうね。叩き台使いましょう。はい。あ、ちょうどいいところにありますね。オークストライアル。はい。ジョッキ変わらない。信頼できるのは美少ジョッキでいきましょうね。はい。ダート酸素強めてね、絞っていきましょう。はい。いや、それでね、ちょっと話したいことがあってね。昨日ね、親父とね、おかん、父と母とね、妹でね、久々に、まあ、食事を食べに行ったんですよね。昼飯なんですけど。まあ、串カツですよ。食べ放題の串カツでね。それで、まあ、久々だったんでね、妹にちょっとアドバイスをね、してもらおうと思ってね。最近だから僕はね、旅行にも行きたいとか言ってた通りね、ちょっとね、外出も増やそうかなと思ってるんで、まあ、服装って言ったら、ユニクロとか多いんですよ、僕は。だからね、もうちょっと高いのを買いたかったんでね、どこで服買ったらいいのかなって聞いたんですよね。そしたらね、なんか、いや、アドバイス求めただけなのにね、自意識過剰やとか言い出すんですよ。ひどいと思いません。いや、だから、ユニクロでいいじゃんっていう感じなんですよね。だから40代でね、僕もその、昼飯食べに行った時、
カーゴパンツにね、ユニクロの服だったんで、こんな服でいいんかなと思ってね、聞いたんですけどね。なんか、自意識過剰やとか、無職のくせにとかね。そんなことしか言わないんですよね。ひどいなと思って。僕の妹ってね、本当結構口が悪くて、昔からよく喧嘩したんですけど、あいつにアドバイス聞いたらあかんな。だからね、手術前ね、僕胆石の手術したじゃないですか。手術のね、直前にね、妹が見舞いに来たことがあってね、なんか手術ってね、麻酔が効かないことがあるらしいよっていきなり言い出すんですよ。手術の直前にね、そんなこと言うんですよ。ひどいと思いません？ひどいよな、あいつ。さて、久々に集中していきましょう。ちょっとね、腹立ってるんで、なんか愚痴をね、漏らしてしまいましたけど、そういうやつなんですよね、昔からね。はい。よく親ともね、喧嘩するし、ね。今、親元離れてね、暮らしてますけど、まあ、近所なんでね、しょっちゅう会うんですけど、まあ、甥っ子はね、すごい良い子なんですけど、ね、母親がね、うちの妹がね、ちょっと、あんまこんな話したらあかんね。ダメだね。ごめんなさい。クリリンが、まだ本収益稼いでないよね、これね。何かしら使わないといけないんだ。青葉賞使うって言ってましたっけ、クリリン。どっちでしたっけ。あ、次なんですね。はい。青葉賞使いましょうね、これはね。はい。それで、馬体重は460だから、もうちょっと増やさないといけないよね、これね。はい。まあ、慣れていきます。ほんでね、なんかやっぱり清潔感っていうのが重要らしいですね。女性の方ってよくなんか武将髭とか生やしてたら言うじゃないですか。なんかね。清潔感ってやっぱりね、見るらしいんですよ。もう40にもなって清潔感とかね、バカバカしいんですけど。そんなこと言ってたらダメなんだけどね。今日もね、散髪行ってきて、ね、ちょっと伸びてたんで、ボサボサだったんでね、まあ、言われても仕方ない感じだったんで、腹立ちながらね、なんか、魔女っ子めぐちゃんは、ごめんなさい、3歳はね、これは鍛えていきましょうね。これスタミナ言われなかったんだよな。ね。販路でいいんだけどな。まあ、芝やりましょうか。芝中心にやっていきましょう。スピードを鍛えます。うどん大好き西はね、ニュージーランドトロフィーで権利取ったので、まあ、NHK マイル使ってダービーと言ってもありですよね。はい。良きシュート。ちょっと前置きがね、長くなって申し訳ありません。ようやくレースです。それでね、隣に、その、食べた場所の隣にね、ハードオフがあるんで、またね、寄ってきて。何もなかったな。ファミコンソフト、ね、ちょっと探してたんだけど、セイントセイヤがありました。セイントセイヤとね、サマの名探偵ありましたね。サマの名探偵持ってるんですよ。それで、セイントセイヤってね、僕、実はセイントセイヤってストーリー知らないんですよね。あまり見てなくてね、あ、一番人気じゃないんだね。これ追い込みで行かせます。ちょっとやっぱり、2000メートルになってね、スタミナ不足が露呈するかもしれませんね。追い込みでかせます、このまま。はい。セントセイヤだから小学校の時流行ったじゃないですか。僕、漫画読んでなかったんでね。セントセイヤのファミコンカセット貸してよとか言ってもね、お前はセントセイヤ知らないからこのゲームできないよって言って、貸してくれなかったんですよ。それで、まあ結局借りてね、やってみたらできなかったですね。セントセイヤのゲーム、ね、物語を知らないとね、全然できなかったんですよ。その記憶がね、なんかちょろっと残っていて、まあ、買ったらよかったかな。買わなかったんですよね。買えばよかったかな、セントセイヤ。まあ、折り合いつけてね。セントセイヤ、僕はね、全然ハマれなかったんですよ。前も話してるよね、この話はね。ダビサ3の実況の方でね、セントセイヤって名付けてくださいって言って、場面につけたことありましたよね、確かね。
僕はだから筋肉マン、ドラゴンボール派ですね。セイントセイヤとか先駆け男塾とか読んでなかったな。あと銀河とかありますよね、犬が主人公のあれも読んでなかった、さて追い込みハマるかどうかな。やっぱり追い込みハマるときはね、こう横なんでやっぱり前につけとかないといけないと思うんだよね。やっぱバテるんだ。バテましたね。あ、これもやっぱり 2400m 相当ハマらないと厳しいですね。やっぱりスタミナないと奥さん厳しいかもしれません。ちょっときついわ。ちょっと厳しいわ。クリリンにはね、ね、権利を取ってもらいました。絶好調になっちゃったな。早いなお前な。早いよ。乗り換わり、エビショーさんでいきますか。信頼できるならエビショージョッキーでいきましょうよね。はい。ね、調教師の試験落ちてしまったらしいですね。まあ、それで騎手を続行するということなのでいいじゃないですかね。もうちょっとね、エビナジョッキーの騎乗は見たいなと。はい。ママナリーですね。はい。梅田ジョッキーもね、まだダービー取ってませんよね。ダービー取ってほしいんだけど、もう厳しいんですかね。まあ、これ、シワッチョもやってきます。スピードを鍛えます。だから、このままオークスはもう期待できないんで、まあ、阪神三歳牝馬ステークスが一番のね、あの、期待ですね。はい。目標ですね。それ目指してね、やってきます。うどん大好き西はこれはね、これまあ470ベストか。ね。翌週。青場所。まあ、ここでどういう競馬するかですよね。大組でかせた方がいいのか。先行で行かせてもね、垂れるんだよね、これまね。人気もないし。ああ、でもこの印ならワンチャンありますね。難しいところだな。多頭数ですから追い込みがね、はまらないケースもあると思うんで、これ差しで行かせます。はい。差しで行かせます。です。本当は追い込みでね、行かせたいんですけど、やっぱり多頭数で追い込みっていうのは、ね、やっぱり厳しいですからね。前が開かない可能性もあるしね。後ろ、直線入って後ろにいたら届かない可能性の方が高いんで、ね、追い込みでも4コーナーで前にね詰めてきてたらもうダビスタの場合はね安心なんですけど、そういう形にならないかもしれませんからね。まあでもいい位置ですねこれね、まあ、勝負根性がないんでね、あまり直線で内に入ってほしくないんですよ。外を回してほしいんだけど、直線ねでね外に出してほしいなと。あ、それでね、予想の方はね、あのまあ、この秋、絶不調なんでね。絶不調というか、これが普通なんだけどね、俺の場合ね。春が調子良すぎただけで。それでしばらく予想の方は、エリザベス女王杯まで休もうかなと思ってます。はい。使用回数も伸びなかったしね、菊花賞、天皇賞秋か、ね。これ外を回してほしいんだよな。外に行けよ、お前。外に行かないとダメだってば。打ち回してたらダメなんだよ、その馬は。それで内に突っ込んだらダメだって。バカだな、お前。前詰まってるじゃん、それ。やっべ。やっべ。いける、いける。これならいける。いける、いける。昇降場見せろ。何やってんだ、お前。何やってんだ。あぶんね、三着だな。三着入ったな、今。あぶんね。今、危なかったの。入ったよね、これ三着に。ね。あ、よかった。これでね、権利取れたんで、ダービー出れます。はい。ああ、何度かやな。ただ、今ね、手応え抜群でしたよ。抜群でした。エミナジョッキー大丈夫？ねえ。あ、キャッツアイちょっと、状態落ちてしまいましたね。参ったな、これ。あ、ちょっと。間違えた。これまずいわ。洞窟までにね、ちょっと体調戻さないといけません。オクサ6月2週ですよね。あ、戻りましたね、すぐね。大丈夫じゃないかな、おそらく。まあ、ミサトはね、ちょっと、希少なので、いっぱい長期をね、対応していきます。はい。
魔女コメグはスピードを強めをね、芝炭素強めをね、繰り返していきたいと思います。ハードオフとかね、楽しいですよね、レトロゲーム巡りね。ね、ハードオフとかでね、YouTube で検索したらね、買い物を動画にしてる人結構いますよね。あんなんね、やりたいなと思うんですけど、僕の場合どうなのかな。さて、うどん大好き日誌を出しましょうか、これ。ちょっと状態を上げた方がいいね、これ。NHK マルクカップ出しても、はっきり言って意味ないんで、ちょっと状態上げてきます。はい。調教でね。調教で上げていきましょう。さて、オークスとダービーまでね、今回やりたいんで、ね。うどん大好きにしてはね、状態が上がってこないとまずいですよ。まあ、本食器はね、十分に足りてるんで、ね。はい。まあ今年のクラシックでも期待できそうにありませんね、ちょっとね。ちょっと何やってんだよ、焦ったらダメだって。さて、クリリンもね、ちょっと状態をね、キープしてほしいですね。絶好調。あ、ダメだ、落ちたな。大丈夫ですかね、これ。心配な。絶好調。キャッツは上がってきましたね。これもうちょっと、もうちょっと回復してほしいんで、合わせ長期やりましょう。翌週やな。あ、上がってきましたね。この状態で出しましょう。あまりガレてもね、ダメなんで、まあ、これ以上調子は上げません。まあ、慣れていきます。はい。まあ、エビショーさんで一発ね、かましたると。一発かましたれ、へいへいへい。よし。ミサトはね、ちょっと炭素やりましょう。はい。炭素いっぱいをね、繰り返していきましょう。このままちょっと馬体重変え、ね、ちょっと、ごめんなさい。別体重をね、確認しておきましょうね。クリリンはなんとか持っとるね。これ強めやろうか。なんとか持っとるよ。ちょっとね、今週ね、腰の方がね、あまり調子良くなくて、ねえ。やっぱり座ってたら腰痛いんだよな。上がってきましたね。絶好調にしたいんでね、次走、ね、次走じゃねえ、次の週に上げましょうね。登録したっけ、ちょっと。登録しますね。翌週行きましょう。さて、まあ、ババはね、やっぱり、あ、入れ込んでませんね。よし、OK。チャンスありますよ。内は関係ないからな。あ、これ、エアグルーブ出てきたのか。参ったな。あ、両ババね、よし。これはもうワンチャンで追い込みにかけます。はい。追い込みにかけるしかないと思うんで、レース行きましょう。まあ、距離持たないんでね、収支は薄いですけどね。はい。おい、おい。おい、おい。おい、おい。空き店でもね、テレビ見ましたけど、おいおい言ってましたね。後ろからね。後ろからはまるかはまらないか、それだけですよ。あ、いい位置につけたね。これ、チャンスあるんじゃないの？いい位置つけましたよ、これ。折り合いバッチリだし。ね、あとは、エアグルーブが垂れるか垂れないかですよね。まあ、ダビスタの場合ね、強い馬が出てきてもね、状態が悪い時があるんで、案外垂れたりしますからね。強い馬がね、絶対強いっていうわけではないですよね、ダビスタの場合ね。これ折り合い抜群やな。ね、もう上がっていっていい。もう行きなさい。行きなさいって、行きなさいって。
行ってもいいよ、もう我慢しても意味ないって、そんなところで溜めてるの意味ないって、もう外回してさ上がってきないな。そうそうそう、もううちに行くなって、うちに行ったらあかん、5番邪魔、ほら5番に邪魔されて、もういい、外は外しかないって、そっから。えいみなさん、えい、うちに入ったらあかんて、もうダメだよ、うちに入ったらオーストブン回しでいいんだよこういうの、うち開かないでしょこれ、うち開かないよこんなのさ。でも手応えいいですよこれ、前がバッターチャンスあります、前がバッターチャンスあります、させさせ、来た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 、いや直線短いな直線短すぎるやろ、いや来たと思ったらゴールでしたうわ直線短い、東京の直線でこんな短かったんや、いやもう追い込みだからな、もう仕方ねえよな、もうちょっと上がっていかないとね。まあでもエアグルーヴも万全の状態で出走してきたんでしょうね、おそらくね、惜しかったな。まあ、これね、娘じゃねえや、3区にね期待できますよね、はい。まあそれダービーですね、ダービーまでやりましょう、はい。うん、ドン大好き絶好調になったね、よし、もちろんダービーに向かいます。リズム3区っていうのはちょっとねリズム3区は自分ダービー取らんと思うけどな。あーちょっと乗り換え、ダービー乗り換え誰も来ない、タキさんなら大丈夫かな、タキさん行きましょうよノリさん乗り換えかよ、もうタキさんにかけるしかありませんね、はい。クリリン、あ持ちましたね、よし出しましょう。まあこれもね、弱面が来てくれればねチャンスあると思います、はい。ダービーかせましょう、二度とも追い込みでもうかけますかね、二度とも追い込みかせて、あー乗り換えだ、エビショーさん乗ってくんねえんだ、まあ先生しかいねえな、先生しかいません、両方とも乗り換わり、ダービーではね乗り換わりが来ないっていうことはね有名ですからね。あ478かこれベスト対象ね、あーキャッツアイ、もう引退させても、もう菊花賞はさすがに持たないと思うんですよね。まあ菊花賞までやりましょうか、うん、まあ仕方ありませんね、ちょっと悔しかったけど登録しましたよね。さていきましょう、ダービー、問題は相手、あいい感じですね、よし、クリリン、あー入れ込んでる、クリリン入れ込むなよお前、肝心なところでさ、ブライアン出てきた、ブライアンには勝てねえわ、ブライアンに勝てる馬じゃねえよ、ブライアン一頭、あ早秀、そうだこの世代ですもんね、ブライアン早秀世代だった。あうどん大好きにし結構印ありますね、もう追い込みしかないと思うんですよね、これこの2頭に勝つにはね。まあでも1頭先行で行かせた方がいいな、滝さんって言ったら先行ですよね、まあリアルでは追い込みでね勝ってますけど、ダービー滝登るの追い込みで行かせますか、これ1枠1番で絆みたいなね、クリリンは先行で行かせよう、うん、ここで行こう、ちょっと両馬場やね、はい行きましょう、追い込みはさすがに無理かな、成田ブライアンと林秀で相手に、いやでもねえ難しいところですね、おいおい、おーいや林秀ブライアン相手にね正攻法では勝てないと思うんですよね、ハマる追い込みハマらない限り勝てないと思うんですよ、うん、滝さんのね手腕に期待です。まあクリリンは入れ込んでたんでちょっと苦しいと、まあ後ろからやねこれね、2頭ともねハイペースになってほしいな、ならねえのかよ、ならねえよこれハイペースにならねえよ、うん、滝さんはねもううちでね最高峰うちで
ね、死んだふりですね。それしかありません。まあでもブライアンとかもね、状態良さそうでしたから垂れませんよね。早ひでぐらいだったらね、あのチャンスあると思うんですけど、ブライアンがやっぱり強敵ですね。うん、あクリリーもちょっと折り合い変えてますね。タキさん折り合いバッチですよ。これ上がっていかないとね。もうそうそう上がっていかないと。あクリリン上がっていったね。クリリンはいい位置ですよね。うん、タキさんはちょっとダメだな。これハマりませんでしたね、追い込みね。クリリンね、かけるしかありません。手応えは悪くありません。はい、いけクリリン、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 いけいけクリリン。ブライアンバテねえよ。ブライアンバテないわ。2着と、いや、うどん大好きにし、先行でよかったですかね、ひょっとしたら。ねえ、展開的に。4着まで来てますよ。これは僕のミスですかね。作戦ミスかもしれません。はい。クリリンがまさか2着に出張るとは思ってなかった。吉富ジョッキーね、すごかったですね。まあ、というわけで今回、惜しかったですね。もう、オークス、ダービー、両方とも2着と、悔しいですけど、今回ね、これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。